痩せてる人はみんな痩せます。今やってるそのダイエット時間の無駄かも。今すぐこれで体脂肪撃退や。やっほー、コッキーやで。今日も楽しもうな。ドリンクも用意しててや。ほな最初の動きはこんな感じ。今日もよろしくどうぞ。3、2、1、レッツゴー。はい、まずは骨盤を回していきます。この時に体の中心はぶれないようにしっかりと体の軸を保ったまま回していきましょう。この動きでね、骨盤の歪みを整えてくれるで。ほんでこういった骨盤の歪みを整えることで腰回りの脆肉がつきにくくなるんです。さらに骨盤周りを動かしてあげることで血流促進にもつながってくれるで。こうやって骨盤の歪みを整えてあげることで痩せやすく太りにくい体質になってくれますよ。 OK、 ほんなら次の動きはこんな感じで横にひねっていくで。 3、2、1、レッツゴー。はい、胸の前あたりで手を合わせてそのまま左右にひねっていきます。この状態でひねるときに肩が上がったり猫背にならないように注意しましょう。綺麗なフォームを意識しながらやってみよう。ほんでね、こういったひねる動きにはいろんなメリットがあって、コッキーのボディメイキングではひねるだけで痩せるダイエットの再生リストなんかもあります。もうただただひねるだけで効果的に効率よくダイエットできるから、この再生リストチェックしてみてや。よっしゃ、ほんなら次の動き入っていくで。ほんなら行こうか。3、2、1、レッツゴー。でね、こういった食後の運動は食後30分から1時間の間に運動することで血糖値の上昇を抑える効果が高くなり、余分な糖質は脂質に変わることがなくなります。これを維持していくことで脂肪をつけることなく、より効率よく効果的にダイエットに取り組めるっちゅうわけです。 OK、 ほんなら次はみんな大好きバンザイやっていくで。思いっきりいってちょうだい。 3、 2、 1、 Let's go。はい、下から上に大きくバンザイをしながら同時にかかと上げも行っています。でですね、コッキーのボディメイキングではこういったバンザイダイエットの再生リストもあります。バンザイがもたらす効果ってたくさんあって、そういったよりすぐりの効果をギュッと一つのメニューにまとめてるんで、こちらもまたチェックしてみてください。よっしゃ、ほんならかかと上げはそのままで肘を引いていくで。もう一丁頑張ろう。3、2、1、レッツゴー。はい、かかと上げをしながら上から下に大きく肘を引いていきます。この時にね、肩甲骨を意識しながらしっかりと背中を寄せていきましょう。はい、まあこういった感じでコッキーのボディメイキングではワークアウト中に効果やメリットを解説したり、また間違ったフォームを教えていたりして、大切な要素が各箇所にあるから最後まで見逃したらあかんで。よっしゃ、あともうちょっと、グッと、はい、グッと上げて、オーケー、グッドグッド。ほんならね、ここいらで水分補給していこう。運動中はね、こまめに水分補給を行うようにしましょう。よっしゃ、ほんなら次の動き入っていくで。中盤戦も頑張っていこう。3、2、1、レッツゴー。はい、こんな感じで後ろにキックしていきます。思いっきりキックしていくんですけど、この時に注意してほしいのが、極端に前のめりになってしまったり、あとは胸の張りすぎや反り腰の状態でキックしないように気をつけよう。はい、でね、コッキーのボディメイキングではこういった食後の運動ダイエットの再生リストもあります。やはりね、食後の運動は本当に効率よく効果的にダイエットができるんですよ。だからちょっと私はズボラかもとか、運動が苦手なんですっていう方は、食後の運動をまずは始めてみてはいかがでしょうか。最高の未来があなたを待っていますよ。 OK、 じゃあ次の動き入っていこうか。どんどんやっていくで。3、2、1、レッツゴー。はい、太ももを上げながら伸ばした手でプッシュしていきます。でね、ここに来て再確認してほしいのが、呼吸忘れてませんか？運動中の呼吸を行うことで脂肪燃焼効果も高めてくれるから、しっかりと呼吸忘れずにやっていこうや。はい、お腹の力と太ももの力をしっかりと使ってグッとグッと上げていくで。よっしゃ、ほんなら次の動きはこんな感じ。ストレス発散していってや。3、2、1、レッツゴー。はい、斜め上にパンチしていきます。しっかりとね、体の側面が伸びているのも感じよう。
はい、でですね、こういった有酸素運動は最低でも1日20分以上行うのがベストと言われています。なぜなら20分以上行うと脂肪燃焼効果が高くなるからなんですよね。内臓脂肪、皮下脂肪の分解は運動を始めてから20分が経過した頃と言われています。ただ時間がない日には1回に5分から10分の運動を1日に何回か取り入れる形でも OK です。とにかく毎日運動することが大切なので、1日に1本でもいいからこのチャンネルの動画をやってみよう。よっしゃ、ほんなら次の動き入っていこうか。今日もしっかりコッキーについてこいよ。3、2、1、レッツゴー。はい、頭に手を添えながら上体を左右に倒していきます。この時に骨盤の位置がずれないようにしっかりとお腹から下半身に力を入れて上体を左右に倒していこう。腹筋にめちゃめちゃ効いてるで。はい、ちなみにコッキーのボディメイキングでは短時間で効率よく効果を得られるダイエットダンスと、運動が苦手な初心者の方でも簡単にできるダイエットストレッチの動画を週3日投稿しているので、この後ぜひチャンネル登録をしていただいて、コッキーのボディメイキングの一員となって、これから僕と一緒にボディメイクしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。ほんで、いつも一緒に運動してくれるグッドパートナーのみんな、ほんまにありがとう。OK! グッドグッド、よく頑張りました。ほんならね、ここいらでまたまたドリンクタイム。もういよいよラストスパートに突入です。最後の最後まで集中して頑張っていこう。ほな、行くで。3、2、1、レッツゴー。はい、頭に手を添えながらしっかりと太ももを上げていきます。ポイントは足を戻すときに足音を立てないようにすること。でですね、有酸素運動の効果的な方法としておすすめなのが、何より無理をせず長期間継続することです。早く減量したいや体型を変えたいなどの焦りから自分の体に合ってない無理な運動をしがちです。そういったダイエット法は体力はもちろん、モチベーションを保つのも困難になってきます。それよりも一回一回をしっかりとこなせる運動を選んで長期間継続していくことで健康的にダイエットでき、結果的により早くダイエットに成功できて、その後も維持しやすくなりますよ。 OK! ほんならこれラストの動き、ラストはかかとタッチしていってや。いくで。 3、2、1、レッツゴー。はい、かかとをタッチしていくんですけれども、なるべくかかとは太もものあたりまで上げよう。そこまで上がらへんっていう人は決して無理はせずに、上がるところまでしっかりと上げることを意識してやってみましょう。この足上げによってね、しっかりと股関節にアプローチができて、ダイエットに最も大切な股関節の柔軟性、筋力がついていくから、しっかりと丁寧に行っていこう。よっしゃ、いい感じやで。みんな、ちょっと眉間にしわ寄ってるかもよ。ナイスエクササイズもいいけど、ナイススマイルもちょうだいよ。あともうちょっと、頑張れ。よっしゃ、10秒切ったよ。今日もみんな、ほんまによく頑張った。今日も頑張った自分にグッドをプレゼントしてあげてや。お疲れ様。今日もみんなお疲れ様でした。グッドグッド。食後の運動ダイエット続ければ続けるほど効果が出てくるんで、引き続き一緒に頑張っていきましょう。そしてチャンネル登録もしていただいて、次の動画でお会いしましょう。ほな、グッバイ。